はい、どうもタンタンです。久しぶりに入ってきましたウーマのバリトンですね。 UBU の 20S というモデルでございまして、ご覧の通り前回入ったウーマのバリトンはマホガニーボディだったんですけれども、今回はスプルーストップのマホガニーサイドバックの組み合わせの一本でございます。スプルーストップになることで、ね、よりこうギター感が強いかなと思います。っぽいですよね。開放が E で始まる、まあ、ギターの 1,2,3,4 と同じ、チューニングになってますんで、よりこうなんて言うんでしょうね、ふくよかな音というか太い音というか、そういった感じで、まあ、そのあたりもねギターっぽくも使える、そんな印象のウクレレなのかなというところですね。テンション感もやっぱり柔らかく感じますね、すごく。ちょっとなんていうか、ね、テンション感の柔らかいダルンとした感じ、これも非常に面白いですね。といった感じで、まあ、ウクレレっぽくも使えるけれどもギターっぽくも使えるという感じで、なかなかね面白い一本になってるんじゃないかなと思います。はい、ということでこちらウーマウクレレからですね、バリトンサイズでございます。久しぶりさんの入荷ですね。 UBU の 20S スプルストップマホガニーサイドバックのバリトンでございます。ぜひお問い合わせお待ちしております。それではタンタンでした。